今回は土屋文明先生のサクナビクスのポイントの5番。王仁の乱山城国一揆、加賀の一行一揆。それと、戦国大名の領国政策が範囲です。最初は聞き流して。慣れてきたら、15分間学習して問題を始めなさい。それでは、やっていきましょう。1。将軍家の後継争いと、芝、畠山の家督争いが、細川、 山名と結びつき起こった平乱を何というか。また、それは西暦何年か。もう一つ、その時の将軍は誰か。答え、将軍家の後継争いと、芝、畠山の家督争いが、細川、山名と結びつき起こった平乱は、応仁の乱。1467年に京都で起きました。応仁の乱が発生した時の将軍は、足利義政。 応仁の乱の背景となった将軍家の後継争いの当事者で将軍の義政と日野富子の子は誰かまた義政の弟は誰かもう一つ寛礼家の家督争いをしていた家を名字だけでいいのでそれぞれ答えよ答え将軍義政と日野富子の子は足利義久義政の弟は足利義美寛礼家の家督争いをしていた家は畠山家と柴家です なお、柴家は、名字だけでいいけど、畠山家は、畠山正長と、畠山義弘を覚えておきましょう。あとで、山城の国一揆に出てきます。3、応仁の乱で、西軍、東軍のそれぞれの賞を答えよ。答え、応仁の乱で、西軍側の賞は、山名餅とよ。山名宗前でもいいです。東軍側の賞は、細川勝元。もともと、 この二人は幕府内で権力争いいをしていましてまた。4応仁の乱で略奪、放火などを行った増票を何というかまた彼らを昼強盗や浄化したる悪党などと批判した人物とその人物の書物の名称を答えよ答え応仁の乱に際し略奪、放火などを行った増票は足軽です足軽を昼強盗や 超過したる悪党と批判した人物は、一条兼義。書物は、商談地用です。5、全国に拡大した戦乱から、自分たちがいる地域を守るため、南山城の黒人と土民らが、応仁の乱後も、家督争いをしていた官令家の退去などを要求して結んだ一機を何というか。また、それは、西暦何年のことか。もう一つ、家督争いをしていた官令家の人物を2人答えよ。 また、その後、黒人らによって、何年間の自治が行われたか。答え、全国に拡大した戦乱から、自分たちがいる地域を守るため、南山城の黒人と土民が、王人の乱後も、家督争いをしていた官邸家の退去を要求して結んだ一揆は、山城の国一揆です。1485年のことでした。家督争いをしていた人物は、畠山正長と畠山義弘です。 畠山漁師の国外退去の後黒人らによって8年間の自治が行われましたなお資料では新しい関所を作らなかったり国の掟きを作ったりと自治の内容が書かれていましたねこれらは正語問題で出題されるのでしっかり勉強しておきなさい6加賀の守護を廃止させて100年間の自治を行った浄土真宗のモントラによる一機の名称を答えよまた廃止した加賀の守護は誰か 答え加賀の守護を廃止させた浄土真宗のモントラによる一揆は加賀の一行一揆です。廃止した加賀の守護は富樫正親。七、7. 一揆の多発や戦国大名の台頭に見られる、下位の勢力が上位の勢力をしのぐ社会的風潮を何というか。答下位の勢力が上位の勢力をしのぐ社会的風潮を下克上と言います。8. 堀越久を滅亡させた戦国大名は誰かまた、その人物は、その後、どこに進出して、何城を拠点としたかもう一つ、その人物が制定したと伝えられる家訓は何か答え、堀越久を滅亡させた戦国大名は、北条早雲です。北条早雲は、その後、相模に進出して、小田原城を根拠地としました。また 北条宗雲の制定と伝えられる家訓は、宗雲寺殿の21か条です。9。北条宗雲の孫の内康が、関東に勢力を拡大した。圧迫を受けた山内上杉氏は、越後の守護代であった長岡の子に、名字と関東管領の職を譲ったが、この人物は、その後、何と名乗ったか。答え。北条氏の圧迫を受けた山内上杉氏は、越後の守護代であった長岡の子に、 名字と関東管理職を譲ったけど、この人物はその後、上杉謙信と名乗りました。10、戦国大名が家臣への軍役や領民への回帰の基準として、年貢料を銭に換算した表示を利用する制度を何と言うか。また、田畑の面積や収量、年貢料などを報告させ、文国内の土地収納高を把握した制度を何と言うか。答え、年貢など。 土地からの収益を銭に換算した表示は、神高といいます。神高を基準として、家臣への軍役や領民への課税を行う制度を神高制といいます。田畑の面積や収量、年貢量などを報告させ、文国内の土地収納高を把握した制度は、差出検知です。11、戦国大名が家臣団を編成する際に採用した犠牲的親子関係を何というか。答えは より親より子制。中二、商取引に際して悪戦の受け取りを拒み、稜戦を要求する行為を何というか。また、その行為による経済混乱に対し、幕府や戦国大名が出した通貨流通の円滑化を図るための法律を何というか。答え、商人などが取引で悪戦を受け取らず、稜戦を要求する行為を、エリゼニと言います。 エリゼニの制限や悪戦の混入比率などを定めて通貨流通の円滑化を図る法律はエリゼニ例です。13戦国大名が両国の統治のために制定した法律を何というかまた朝倉氏が制定した法律の名称を答えよまたその法律で規定された家臣の集中が義務付けられた城下町の名称を答えよもう1つ朝倉氏の両国はどこの国にあったか 答え戦国大名が両国の統治のために制定した法律は文国法です。朝倉氏が制定した文国法は朝倉高陰上場。その文国法では家臣の一条谷への収集中が規定されていました。朝倉氏は越前の国の戦国大名です。14。伊達氏の文国法の名称を答えよ。また、駿河、遠江、 三河の両国を支配した戦国大名が制定した文国法の名称を答えよ。もう一つ、土佐の戦国大名が制定した文国法の名称を答えよ。答え、伊達市の文国法は、人海宗です。駿河、遠東江東、三河の両国を支配したのは今川氏です。文国法は、今川金目録です。土佐の戦国大名は、長我壁元親で、文国法は、 長部氏を規定書きです。15文国法に共通する規定で家臣間の死闘を禁じるため死闘を行った当事者双方を罰することを何というかまた死闘の際に当事者の一方がどのような行動をとると罰則を受けないか答え戦国大名が理由を問わず死闘を行った家臣の双方を罰することをけんか両成敗と言いますこれは紛争を 戦国大名の裁定で決着させることで、両国内の司法権の確立を目指そうとしたものです。死闘の際に、当事者の一方が、やり返さず、怒りを抑えて我慢をすると、処罰を受けなかったけど、これを、官人と言いました。なお、喧嘩両成敗の規定は、武田信玄の信玄家法が特に有名です。背景の画像は、武田信玄を祀る武田神社です。武田信玄は、 生涯で3回しか負けていない戦国時代き手ての名将です。両国内の経営では、信玄堤に代表される治水工事をはじめ、農業や商業の振興を図っています。戦国武将の中では、異彩を放つ大名でした。この回は、人名が多く、制度や法令の内容や背景を覚えなくてはいけないから、とても学習しづらいところです。だから、多くの受験生は、この箇所を後回しにするの。 でもこれって結局やりたくないから先送りにしているだけじゃないいいことを教えてあげる暗記科目を効率的に学習するコツはやりたくない箇所を優先して学習することなの。じゃあ頑張って8割程度取れるようになるまでやり続けてください。次の回で待っています。